はいどうも皆さんプロスペです。京都市と神戸市は旧六大都市の一つであり、古くから発展してきた歴史を持ちます。今でも日本有数の大都市である両都市ですが、この二つの都市はどちらが都会なのでしょうか？というわけで今回は、両都市を多方面から比較し、関西ナンバー2都市を決めていきたいと思います。まず、両市を人口面で比較してみますと、人口密度の両方の面で神戸市が京都市を上回っています。しかし、これは農村部や森林も含んだ地域全域の値ですので、あまり参考にならないという面もあります。というわけで、ある程度市街化された地域である、人口集中地区のみでの比較も行ってみましょう。両市の人口集中地区を比較してみると、人口では神戸市が京都市を上回っていますが、人口密度では京都市が神戸市を上回っています。自分も含め、この結果を意外に思った方は多いと思います。神戸の中心市街地は、海と山に挟まれた狭い地域に形成されています。面積が狭い分、中心市街地は高度に市街化されており、100メートル以上高層ビル数は横浜と並び、大阪に次ぐ多さとなっています。このようなことから、神戸の人口集中地区の人口密度は、かなり高いだろうと考えていたのですが、予想に反する結果になりました。この結果の理由は、神戸市の航空写真をよく見るとわかります。神戸は狭い平地に中心市街地があって、あとはほとんど山だというイメージを持っていたのですが、実は中心市街地のすぐ北にある山地はそこまで広くなく、ちょっと行くと平野になっているのです。森林面積を見ても、神戸より盆地にある京都の方が広くなっています。山を越えたところにも人口集中地区があるため、人口集中地区の人口密度はそこまで高くならないということですね。それと、埋め立て地の工業地帯には、人はあまり住んでいないにもかかわらず、これらの工業地帯が人口集中地区に含まれていることも、原因の一つであると考えられます。次に、両市を経済面で比較してみますと、神戸市の市内総生産は、京都市をわずかながら上回っています。神戸市の市内総生産が高い理由としては、やはり神戸港の存在が大きいでしょう。神戸港はコンテナ取扱い貨物量で全国3位となっており、コンテナターミナルとして発展しています。そのため、神戸市は運輸、郵便業で京都市に大きな差をつけているのです。また、神戸港は臨海工業地帯となっているため、製造業でも神戸市は京都市を上回っています。都会といえば買い物客で賑わっているイメージがあるので、両市の小売面での比較もしてみます。両市の年間小売販売額を比較しますと、京都市が神戸市をわずかながらに上回っています。これは地域全域の比較ですので、中心繁華街を比較するにはまた別の指標が必要になります。そこで、商業統計の商店街別のデータより、中心繁華街にある商店街の、年間小売販売額のデータを合計し、中心繁華街の小売販売額のデータとして、使用することとしました。集計する対象は、神戸市は中心駅である JR 三宮駅から半径800メートル以内、京都市は繁華街の四条河原町にある、京都河原町駅から半径800メートル以内を目安とした範囲とします。両市のこのデータを比較すると、神戸市が京都市を大きく上回っています。このようなことになるのは、先ほど言った通り神戸市中心部は高層ビルが多く立ち並んでおり、高密度な市街地を形成しているからだと考えられます。一方の京都市は2007年までは最高で45メートル、2007年からは最高で31メートルという高さ制限があり、神戸市のような高層ビルを建設することができないため、中心市街地の範囲が広くなっています。そのため、京都駅周辺などにも小売業が分散していることも、このような結果の一因となったと考えられます。都会は公共交通機関が発達しているイメージなので、両市を交通面で比較してみます。まず、両市の代表駅の乗車人員を比較してみますと、京都駅の利用者数が、三宮駅をわずかに上回っています。また交通網を比較してみますと、両市には新幹線の最速達列車が停車するという共通点があります。なお京都市に関しては、新幹線が乗り入れているのは代表駅の京都駅ですが、神戸市は代表駅の三宮駅から少し離れた、新神戸駅に新幹線が乗り入れているという点では少し異なっています。また両市とも、JR と大手私鉄2社によって、大阪市と結ばれているという共通点もあります。やはり、関西では京阪神が圧倒的な大都市なので、この3都市の結びつきは強いんですね。また、両市に乗り入れている大手私鉄の会社数を比べてみますと、神戸市は主に大阪方面に路線が伸びている、阪急と阪神の2社のみであるのに対し、京都市は主に大阪市との間の輸送を行う、阪急と京阪の2社に、奈良方面に向かう近鉄を加えた3社が乗り入れています。
しかし、神戸市には国内利用者数十位の神戸空港があります。大阪まで行かないと空港がない。京都市に対してこの差は結構大きいと考えますので、交通面に関しては、神戸市の方がわずかに上回っていると言えるでしょう。都会といえば多くの企業があるイメージですので、両市を立地する企業面で比較してみます。まず、両市の事業所数を比較してみますと、京都市が神戸市を上回っています。また、上場企業数で比較してみても、京都市が神戸市を上回っています。さらに、日経平均株価の構成銘柄企業が、神戸市では2社であるのに対し、京都市では5社あるほか、東証上場企業の中でも、特に取引が盛んな銘柄であるトピックスコア30に、京都市の会社が2社含まれています。トピックスコア30に関しては、2社以上あるのは京都以外には東京と大阪だけであり、高く評価したいところです。都会は多くの人が土地を欲しがるので、地価が高くなる傾向があります。両市の地価を比較してみますと、平均地価と最高路線価ともに京都市の方が高くなっています。このようになる原因としては、先ほども言った通り京都市には高さ制限があるため、同じことをしようと思っても、京都市の方が多くの土地が必要になることが挙げられます。例えば、マンションで同じ戸数を確保しようと思っても、高さ制限があるため京都市の方が多くの土地がいる、といった感じですね。また京都に関しては、西日本の大学の頂点である京都大学をはじめ、多くの大学が所在しており、全政令市及び特別区の中で大学数が2位となっています。こういった京都の学術都市としての側面は、特筆すべきものであり、京都を評価するにあたって考慮すべきものでしょう。さて、ここまでは地域のみでの比較をしてきましたが、都市は行政単位で区切られているわけではなく、行政区分を超えた比較というのも必要になります。というわけで、都市雇用圏という指標を使って、神戸と京都を比較していきます。両都市の都市圏を比較しますと、人口面、経済面ともに、京都が神戸を上回っています。京都府と兵庫県を比べると、兵庫県の方が圧倒的に人口が多いので、都市圏で比べたら神戸の方が有利な気もしますが、実は全くそんなことはないんですね。京都市は京都府の人口の半分以上を占めているほか、京都府第二の都市である宇治市も、京都都市圏に含まれています。それに対して神戸市の人口は、兵庫県全体の3割程度です。さらに、神戸市は地理的に大阪市に近いため、神戸市よりさらに大阪寄りにある、西宮や尼崎といった都市は、大阪都市圏に組み込まれてしまっていますし、兵庫県第二の都市である姫路市は、独立した都市圏を形成しているので、神戸都市圏の範囲はあまり広くないのです。このような理由から、都市圏の規模では、神戸は京都に差をつけられているわけです。次に、両市の拠点性を比較してみましょう。神戸市は大阪市への通勤率が京都市の倍近くとなっており、東灘区に関しては通勤率が 17% とかなり高くなっています。このようなことから、神戸市は拠点都市としての性質だけでなく、大阪市のベッドタウンという性質もある程度持っていると言えます。また、神戸市は流入人口が京都市を下回っていますが、流出人口は京都市を上回っています。そのため、昼夜間人口比率は京都の方が高くなっています。このようなことから拠点性という面では、京都市の方が優れていることがわかります。京都と神戸を比較すると、以上のような結果となったわけですが、結局どちらが都会なのでしょうか。神戸は地域人口で京都市を上回っているほか、高層ビルが多く立ち並んでおり、中心部が高度に市街化されています。一方で京都市は、拠点性が高く、都市圏の規模で神戸市を上回っており、立地する企業という面でも、神戸市に差をつけています。これらのことを総合的に判断して、今回は京都市の方が都会だということを、結論にしたいと思います。都会という概念はかなりふわっとしたものなので、何を重視するかで全然変わってくると思います。なので、異論があったらどんどんコメント欄に書き込んでいってください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。